バース・コントロールはドイツのロックバンドでプログレッシブなハードロックサウンドと挑発的なアルバムカバーで知られている。バース・コントロールは別の2バンドであるアールズとジェントから1966年にベルリンで結成された。バンドはベルント・コーシャミダー、ラインホルト・ソボッタ、ドルフ・グラ、フリッツ・グローガー、ライナー・アーボルヒャート、ヒューゴ・エーゴン・ボールダー、 クラウス・オルソからなるラインナップで創設された。バンド結成から5年のうちにオリジナルメンバー7人全員が脱退したが、バンドは長年のメンバーとなるドラマーのベルント・ノースカとギタリストのブルーのフレンザルのリーダーシップの下で続けられた。1983年のフレンザルの死後、グループは解散した。1993年に再結成したものの、 解散時のラインナップから残ったのは、ノースカだけであった。再編成されたバンドの他のメンバーには、復帰したベーシスト、ボーカリストのホルスト・スタッシュルハウス、ギタリストのロッコ・ゾディアック、キーボード奏者のザビエ・フィッシャーが含まれていた。1999年に、主要メンバーのスタッシュルハウスが亡くなったにもかかわらず、バンドは、ノースカの指導の下でドイツをツアーし、 世紀の変わり目にも定期的に新しいアルバムをリリースし続けた。後年、元メンバーのピーター・フラーとゼウス・ビーヘルドの両名がたまにコンサートでゲストミュージシャンとしてバンドに戻った。バンドはノースカの死によって2014年2月18日に終了した。バンドの最終ラインナップはノースカ、ベーシストのハンネス・ベスパー、キーボード奏者のサシャクーン。 ギタリストのマーチン・エトリッチで構成されていた。2016年からバンドは演奏を続けている。新ラインナップは、ピーター・フラー、マーチン・エトリッチ、サシャ・ケ h n エハンニスベスパー、マン・ニ・フォン・ボーア。同年、ベルント・ノースカがボーカルとドラムも収録したニューアルバム、Here and Now をリリース。2018年以降、2枚組バイナルレコードとしても、 入手可能である。ありがとうございます。